天貝。天貝、天開、天文5年、1536年。寛永20年10月2日、1643年11月13日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての天台宗の僧、南光坊天貝、里志学院とも呼ばれる。大僧城。死後は、徳川家康の側近として、江戸幕府初期の朝廷政策。 宗教政策に深く関与した。東栄山海山次元大師演技に、道の区国会津群高田の里にてたまい足名修理大友平成功の一族と記されていることから、三浦氏の一族である足名氏の出自で、道の区国に生まれたとされる。しかし、同演技には、俗子のこと人の手しかど、市政も行念忘れていさし、地図とあり、天貝は、 自らの出自を弟子たちに語らなかったとある。また、将軍、吉住の末の巫女と言える人もはべると、足利将軍落院説も同時に載せられている。姿を変えて生き残った、明智光秀であるという説もある。須藤幸喜、大壮上天海では処分権の比較検討により、足なしの女性である、船木兵部将優、掛光の息子であると結論づけている。天海の少年は、 はっきりしていないが、100歳以上の長命であったと、言われる。小家明光介の日記、光介すくね日時期には、天貝が、寛永9年4月17日、1632年6月4日に、日光東照宮薬指導、北家京万福用の同志を行った記事があるが、天貝はこの時97歳、数え年であったという。これに従うと少年は、天文年、 1536年と推定され、没年は107歳、数え年108歳となる。このほか、永翔7年、1510年、上杉少子書上、協力3年、1530年、天文11年、1542年、天文23年、1554年といった説がある。しかしこれらは、比較的信頼度が低い資料によっているとされている。 須藤幸樹は十二種の青年説を比較検討した上で天文五年説を打倒としている。以上の出自と青年に関する一連の考察から、天飼は天文五年1536年に合図の足なしの一族として生まれたとする見解が最も一般的なものとなっているが、定説と言えるものは未だにない。達を記事に手随風と称して出家した後、十四歳で、 下谷国宇都宮の小川寺の交渉に指示して、天台宗を学び大御国の比叡山延暦寺や、恩城寺、大和国の幸福寺などで学を深めたという。元気2年、1571年、織田信長により、比叡山が焼き討ちに遭うと、武田信玄の昇兵を受けて、海野国に移住する。その後、足名も竜寺の昇兵を受けて、黒川城、若松城の稲荷堂に重し、さらに、 上野国の長楽寺を経て、天正十六年、1588年に、武蔵国の無料樹寺北院、現在の埼玉県川越市。後の北院に移り、天貝を名乗ったとされる。天貝としての足跡が明瞭となるのは、無料樹寺北院に来てからである。この時、江戸崎不動院の十字も兼任していた。戦争時の資料によれば北条攻めの際、天貝は、 戦争時の住職、中豪と共に、徳川家康の人幕にいたとする。これからは、天貝はそもそも、家康のために、関東に赴いたことが伺える。豪会の後を受けて、天貝が、北印の住職となったのは、慶長四年、1599年、のことである。その後、天貝は、家康の参謀として、朝廷との交渉等の役割を担う。慶長十二年、 1607年に、比叡山丹内執行を命ぜられ、南高坊に従して、延暦寺再興に関わった。ただし、辻達也は、天貝は、慶長14年、1609年から家康に用いられたとしている。この年、建宗城に任ぜられた。また、慶長17年、1612年に、無料樹寺北院の再建に着手し、次号を、 北院と改め関東天内の本山とする。慶長18年、1613年には家康より、日光山漢字を拝命し、本望、光明院を再興する。大阪の役の発端となった、方向寺証明事件にも深く関わったとされる。元那2年、1616 16年、既得となった家康は、信号や葬儀に関する遺言を、 同年4月に大創場となった天貝らに託す。家康守護には信号をめぐり維新数伝、本田正澄らと争う。天貝は、権限として、自らの宗教である、三郎和美神道で祀ることを主張し、数伝は、家康の信号を、明人として、古来よりの吉田神道で祀るべきだと主張した。二大将軍、徳川秀忠の指紋に対し、天貝は、 豊臣秀吉に報告大明人の信号が送られた後の豊臣滅亡を考えると、明人は不吉であると提言したことで家康の信号は東昇大権限と決定され、家康の体を久能山から日光山に改装した。その後三大将軍徳川家光に仕え、寛永元年1624年には忍が丘に寛永寺を創建する。 江戸の都市計画にも関わり、陰陽道や風水に基づいた江戸鎮護を構想する。C 事件などで罪を受けた者の特赦を願い出ることもしばしばであり、大久保忠鹿、福島正則、徳川忠長などの斜面を願い出ている。これは、林王寺宮が特赦を願い出る慣例のもととなったという。堀直より、野牛宗則と共に、拓安双方の斜面にも奔走した。 寛永二十年、1643年に108歳で没したとされる。その五年後に、朝廷より次元大志号を追贈された。慶安元年、1648年には、天貝が着手した寛永寺版、天貝版大蔵経が、幕府の支援により完成した。関ヶ原の戦いに勝利した家康は、慶長八年。 1603年に幕府を開くにあたり、天界の助言を参考にしながら、江戸の地を選んだとされる。天貝は、家康の命により、伊豆から下宇佐まで関東の地層を調べ、古代中国の恩名五行説にある、詩人相王の考えをもとに、江戸が幕府の本拠地に適していると結論を下したとされる。詩人相応とは、東に川が流れ、西に低い山や道が走り、南に、 湖や海があり、北に高い山がある土地は、栄えると考えられたものである。天貝は、東に隅田川、西に東海道、北に富士山、南に江戸湾があったことから、江戸が詩人相応にかなうと考えたとされる。なお、富士山は、実際には、北、真北から112度ずれているが、天貝をはじめとする当時の江戸の人々は、富士山をあえて北と見立てて、 江戸を詩人相王に叶うとみなしたという。江戸城の大手門の向きが北からずれているのも富士山を北とみなしたためだとされる。また、天貝は江戸にある上の本郷、小石川、牛米、麹町、麻布、八金の七つの大地の突端の延長線が交わる地に江戸城の本丸を置くよう助言したとされる。本名堂の知識により地形の中心に 周辺の木が集まることを狙ったとされる。江戸城の場所が決定した後、東道高虎らが中心となって、江戸城と堀の設計が行われたが、天貝は実務的な作業工程とは次元を意味する思想、宗教的な面で設計に関わっていたとされる。江戸城の工事は、寛永十七年、六百四十年に終わるが、その途中で他の設計者が亡くなっていった中で、 天貝はなお存命しており、江戸の都市計画の初期から完成まで50年近く関わったとされる。天海は江戸城の内部を渦格式という野の地型の構造にすることや、城を取り囲む掘りを螺旋状の野の地型に掘ることなどを助言したとされる。野の地型の構造は、城を中心に時計回りで町が拡大していくことを意図したものとされるが、他に、 敵を城に近づけにくくする、火災発生時に類症が広がるのを防ぐ、物資を船で運搬しやすくする、堀の工事により得た土砂を海岸の埋め立てに利用する、などのメリットがあったとされる。天界は、江戸城の北東と南西の方角にある、鬼門、裏鬼門を重視して、鬼門を鎮護するための工夫を凝らしたとされる。天海は、江戸城の北東に、寛永寺を築き、住職を務めた。 寛永寺の寺号、東英山は、東の比叡山を意味するが、天貝は、平安系の鬼門を守った、比叡山の延暦寺に習って、寛永寺の側に、大見の琵琶湖を思わせる、死のず池を築き、琵琶湖の築部島に習って、池の中の島に、微細天を祀るなどし、寛永寺が、比叡山と同じ役割を果たすよう狙ったとされる。上記のほか、天貝は、寛永四年、 1627年には、寛永寺の隣に、上野東照宮を建立し、家康を祀り、もともと現在の東京都千代田区大手町付近にあった、神田神社を現在の湯島に移し、幕府の祈願書とした戦争時で家康を、東照大門源として祀るなど、江戸城の鬼門神を厚くしたとされる。また、江戸城の南西、裏鬼門についても、 その方角にある増上寺に二大将軍である徳川秀忠を葬った上で徳川家の菩提寺とし、さらに同じ方角に日枝神社、日吉大社から分子を移すなどして神を意図したとされる。神田神社の神田祭り、浅草神社の三社祭、日枝神社の三能祭は江戸の三大祭りとされるが、それらの祭りは天界により江戸城の鬼門と、 裏鬼門を清める意味付けもされていたとされる。江戸城の位置は、加永寺、神田神社と増上寺を結ぶ直線と、千草寺と、日枝神社を結ぶ直線とが交差する地点にあったとされ、天貝が鬼門、裏鬼門の鎮護を非常に重視していたことが伺われるとレール。天海は、江戸を鎮護するため、恩明道以外の方法も利用し、主要な街道と、野の地型の堀とが、 交差点であり、城門と見張り所がある要所に、平野正門を祀った神社や塚を設置したとされる。正門の首塚は、欧州道に通じる大手門、正門の道を祀る神田神社は、上州道に通じる神田橋門、正門の手を祀る鳥越神社は、欧州道に通じる浅草橋門、正門の足を祀る津久市道や渡神社は、中仙道に通じる牛門、 マサカドの鎧を祀る、アブミ神社は、甲州道に通じる四谷門。マサカドの兜を祀る、兜神社は、東海道に通じる虎の門に置かれたとされる。天マは、マサカドの地霊を、江戸の町と街道との出入り口に祀ることで、街道から邪気が入り込むのを防ぐよう狙ったとされる。天界は前半世に関する資料がほとんどないものの、当時としては、かなりの長寿であり、 大志望を送られるほどの構想になった。また基地に富んだ人物であり、遠い側妙な言動で周囲の人々を感銘させた。そのため彼には、様々な逸話がある。その羊の曖昧さもあり小説等で出てくる説として、天貝がが、足利将軍家十二代、足利義晴の子という説や明智光秀と、同一人物という説がある、墓所である日光に、 明智平という場所があることなど根拠に挙げられることが多い。この説は明治時代の作家須藤幸喜が言及したもので、明智光秀の子孫と称する明智多喜郎があるフしたことから広く知られるようになった。天貝と光秀が同一人物だとすると去年は116になり、天貝を光秀とするのは年齢的にやや無理があるとする説もあるが、 両者は比較的近い関係にあるという主張が現在も引き続きなされている。足な説の問題は曖昧な根拠しかない上に、天貝と足なし氏を結ぶ人脈が何もないことである。例えば、足なし氏の家紋は三浦であるから、丸に三匹両である。しかしながら、天貝の用いた門、京においても期待あるいは上野の両大指導。 日光山林王子山仏堂で見ることができるは、丸木に引き量と林宝門であり、足なしのものとは明らかに異なる。しかし、最有利季節の船季節であれば問題はない。丸木に引き量は、足かがしのものであるが、足かがしの所流、芝市、木ら市、今川市等や美濃国に発祥する東山市も用いている。 一方の、林法門は、仏教の法輪から発生した門章で、寺院や神社の装飾としてよく使われる門である。武家でも摂津国や三河国の三宅氏が、三宅林法と呼ばれる門を使い可能しや津軽氏も、用いてい。家門は、苗字と同じであり、自らの出自と無関係に用いることは、普通ない。天界の存命中から、足利施設は広まっていたが、家門が、 足利氏のものと似ているのがこの風雪の発端であったと須藤幸喜考察している。フィクション作品においては、その出自の不明さや幕府の中枢を担った経緯を活用し、多様な創作を交えて描かれることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。